ちょっとですね、バッテリー問題に悩んでおりまして、まあ、魚探用のバッテリーなんですけども、ちょっと今回、新たに、ちょっと、リチウムバッテリーを、試してみようと思います。今回僕が選んだのは、このミリタリー調の、かっこいいデザインの、この EV キューブさんのリチウムバッテリーを試してみたいと思います。はい、で、一応今回僕が、チョイスした、まあ、14.8V の 100Ah なんですけども、もともと 12V の 150Ah をちょっと検討してたんですけども、メーカーさんに、教えていただいたのが、まあ、魚探だったら、まあ、14.8V の 100Ah の方が、まあ、長持ちするということだったんで、こちらをチョイスしました。あ、なるほど。12V の 150Ah より、はい、はい、普通で言ったら 100A の方が容量少ない。容量は少ないですね。みたいけど、はい、持つってことですか？はい、まあ、倍ぐらい、こっちの、この電圧高くて、高い 100Ah の方が持つみたいですね。なるほど。はい。一応なんか、数値上では多分20時間以上は持つんじゃないかって、僕の今の、その、魚探の使用状況で。うん、まあ、ちょっとどうなるかね、実際試してみないとわかんないですけど。うん、はい。今まではどこのを使ってたんですかね。オプティマムスーパーブラックを使ったんですけど、うんうん、まあ、やはりですね、鉛、まあ、AGM でなんですけど、うん、AGM のバッテリーなんですけど、うん、やっぱり使ってくると、どんどん落ちてくるんですよ、うんうん、パフォーマンスが。で、1年以上経ってて、うん、ちょっとその使い始めた頃は、うん、もう全然1日以上、魚探に影響出なく、うん、釣りすることができたんですけど、もう最近はちょっとやっぱり後半も電圧が落ちて魚探が落ちるっていうことが起こってきちゃったんで、うんうん、まあ、今回のリチウムバッテリーを試してみようかなというところです。はい。オプティマルより値段で言うと3倍ぐらい。ですね、5、6万。そうですね、3倍ぐらいします、ね。3倍ぐらい。3倍以上しますね。ね、はい。なので、ただまあ、その、うん、実際使ってみて、うん、はい、どれだけのこう、そうですよね、はい、パフォーマンスが。高くても単純に言うと3年持てば3年、そうですね、3年その1日釣りして電圧が下がらずに持つっていう状態が3年続けば超ドッと、まあ、トントンっていう感じかなっていう。重さも、重さは全然こっちの方が、まあ、やっぱね、めちゃくちゃ軽いですよ ね。確か10キロぐらいですもんね。そうですね、だからもう、ね、重さで言ったら半分以下ですね。ね、燃費にも影響してきますからね。と思うんですけどね。はい、楽しみですね。はい。これから自分で設置して。はい、設置して。はい。なあ、まあまあ、おいおい、1ヶ月に1回か、3ヶ月に1回か。まあ、状況をそうです ね。把握、レポね、報告していけたらと思います。ね、みんな気になってるところですもん ね。多分、バッテリーで悩んでる方たくさんいらっしゃると思うので、はいはい。はい。じゃあ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい。はい、琵琶湖バスフィッシングガイドのモギです。今回はですね、こちらの、リチウムバッテリーについて、まあ、今年の、冬、今年のそうですね、1月ぐらいから、ちょっとリチウムバッテリーを使わせていただいてるんですけど、EV キューブさんの、14.8V の 100Ah の、容量を使ってます。で、こちらのまあ、魚探専用設計の、バッテリーということで、使わせてもらってるんですけど、僕はここから、現在 HDS の、カーボンの12インチと、ハミンバードのヘリックス10が、2台と、ハミンバードの360度メガと、まあ、ローランスのアクティブターゲット2の電源を、取ってます。で、まあ、1日使用して、今のところ、まあ、フルでアクティブターゲット2を使ってても、まあ、50% ぐらい、かなっていう感じですね。その1日使った後の容量が 50% ぐらい残ってるっていう感じです。はい。で、まあ、もうこれこれ、4ヶ月ぐらいは使ってるんですけど、今のところすごい不具合なく、快適に使えてます。で、まあ、まあ、ちょっと僕、これ、リチウムバッテリーにして、すごい良かったなと思ってるのが、アクティブターゲット2を使った時に、なんていうんですかね、こう、ビームが、まあ、遠くまで飛んでて、かつ、ちょっと詳細に映ってるような、印象を受けてます。まあ、やっぱり電圧の問題かなっていうところ、電圧が上がったことによって、
ライブ系ソナーの性能も上がっているのかなっていうふうに感じてます。はい。まあ今のところもう明らかにこう、今までのその、従来のバッテリーに比べたらもうリチウムバッテリーはすごいメリットがあるなと感じてます。なるほど。一応リチウムバッテリー水に弱いってことなんで、まあ僕は、このドライストレージ側にリチウムバッテリーを持ってきてます。一応こっちのリアのバッテリーストレージに入れちゃうと、もう湿気がすごいんで、ちょっとまあ、その点ちょっと怖いんで、まあ配線を、こっちから、ここから引っ張ってきて、まあちょっと自分でやってるんですけど、こんな感じで使ってます。でまあ、もし、例えばこう、ボートをこう、駐停場に置いて、好天の予報とかの時はもう、これ外して、まあコネクタから外して、これ持って帰って、充電したりしてますね。今のところ何も不具合はないって感じです。はい。